クッコロデイズ。クッコロデイズ。いやあ、さすが清介だよ。クッコロデイズ。異世界へ戻る方法を見つけたが、それが最終手段ということで。さて、これからどうなるんだろう。新しい手段を探しに行くのか、それとも今後のために何か、この生活でためにやることをやるのか。とりあえず家に戻ってきたわけですが、俺の経験上さ、第3章に入ったわけやしさ、そろそろさ、なんかラッキースキビ的な展開あるんじゃないかなと思って期待している第3回。みんなも期待しておいてくださいね。多分黒回で何かあるぞ、みんな。秋原での騒動を避けるようにして、帰宅したオエド・カトレアは、とりあえず、魔導書に書かれている内容を把握することにした。すでに、次元転移の方法を分かっているけれど、魔力がなければ、その魔法を発動させることができないらしい。そのため、魔力を手に入れるための方法を探さなければならないわけだが、あ、そういうことね。なぜだいや、ちょっと待って、動画のためにちょっとタイトル回収早めにしてくれたんかな。ありがとうございます。ありがとうございますやけど、すごい不自然にクッコロが出てきたな。クッコロの沸点が低いっていうのはこういうことか、やっぱり。どう考えてもクッコロにつながるような内容ではなかったと思うんやけど、開始1分ぐらいでね。またそれかよ。はっけてるやん。主人公はっけてるやん。今度はどうしたんだ。魔導書を読み始めてから数時間。カトリアの口癖も何度耳にしたかわからない。そんなに出てきたんじゃ。暗号化されている部分を解析してみたんだが、ただの料理のレシピだ。生活には結構重要になってくるかもしれんぞ、料理のレシピ。料理本だったんじゃ。こんなものをわざわざ暗号化するの。なるほど、魔法わざわざ暗黒化するけん結構重要なもんかと思っとったら料理のレシピで。どんだけ料理に飢えとる人たちがおったんだよ。さあ、よっぽど自分の料理レシピを知られたくないとか。なんかこれさ、この後今後さ、伏線になってきそうやな。わざわざ料理のレシピを暗黒化するってこと、その料理のレシピすごい重要。あ、まさかこれ料理が異世界に戻るための方法必要だったとは思わなかったみたいな、あるんかな。全くもって理解でき、また時間を無駄にしてしまったぞ。ああ、俺で言うたら設定、収録ソフトの設定間違えて音が全然入ってない実況を数時間も収録してしまったみたいな感じかな。魔導書を読み始めてからというもの、カトリアは大体こんな感じだ。料理レシピとやらに始まり、子供向け玩具の作り方や当時のご近所付き合いに対する口のようなものまで暗号化されているらしい。最後に関してはほんまにいらん。聞かされてもはーってなる。あ、そうですねって言うてさ、その人と関わりをなくそうとするような動きになるぞ、お前。近所にこんな人がおったらそうなるぞ、お前。まあいい。よくねえな。とりあえず、困ったことがある。なんだ？この本の著者は、おおよそ400年前にこちらの世界に来たようだ。400年前ってことは江戸時代か。いや、江戸時代に入っとんかな。江戸時代か、まだちょっと徳川家康が統一する直前ぐらいかな。関ヶ原の戦いがそのあたりじゃなかったっけ、俺の記憶じゃ。よっ、400年将軍とやらが治世をしていた時代のようだな。あれ、徳川家康の時代か。騎士のような立場の者もいたと書いてあった。そうやな、400年前、将軍で侍ということは江戸時代ということだろうか。そんなに昔の人が書いた本が、ほとんど新品と変わらないような状態で残っているのは驚きだ。劣化防止の魔法がかかっているって言ってたっけ？魔法めっちゃ便利やな。すごすぎるだろ、魔法。改めて、魔法が便利なものであることを実感する。素養がなければ使えないというのが少々ネックなところかもしれないが。もうその本を書いた人は元の世界に戻ったんだよな。そのようだ。伴侶と死別した直後に子を残して一人で旅立ってしまったらしい。あ、子供を残してなんじゃ。わ、残された子供がすごいかわいそうやな。
そんな、いくら元の世界に戻るためとはいえ、それはあまりにも残酷じゃないだろうか。残された子供からすれば、両親を同時に失ってしまったようなものだ。魔導書の最後のページは、子供や伴侶への感謝の気持ちが綴られていた。これは暗号化されていないな。別に嫌いだから置いていったとかではないやな。キ君が心配しているような悲しい別れではなかったようだ。そうか。俺は別に心配なんて。恥じる必要はない。そうやって誰かの気持ちを想像できるのはキ君が優しいからだろう。ああ、もう先日の事件でさ、カトリアの俺に対する評価すごい高まっとうからな。もう心優しき青年みたいな感じで思われてるからな。面と向かってそんなことを言われると余計に照れてしまうのだが、こんな美人やけんなおさらね。いずれにしてもこの魔導者から得られる情報はそのくらいでしかなかった。肝心の魔力を集める方法についてはカトリアが教えてくれない秘密の方法でしか記載がないらしい。どんな方法なの？カトリアちゃん、実践してみせろよ。やってみせろよカトティ。そうなるんか。何か心当たりとかないのか。その魔導書も魔力探知ですぐに見つかったわけだし。運が良かっただけだ。魔力探知は試しているんだが、他にはピクリとも反応がない。難しいやな。魔力を得るためには大気中の魔力を取り込むか、魔力を秘めたモンスターを倒す必要があるんだ。そんなおるか。そんなおるか。おるとすればキャバクラのキャバ嬢とかかな。あれはある意味魔力的なところあるからな。知らんけど、行ったことないけどさ。ある意味魔力を秘めたモンスターってこっちで言う世界というキャバ嬢とかじゃないのかな。モンスター？ファンタジーな単語が急に飛び出してきて、俺は目を守るくした。モンスターペアレントとかいう世界はあるけどさ、そういうモンスターじゃないからな、みんな。いや、魔法とか魔力とか異世界とかを普通に話している時点で十分にファンタジーなんだけれど。魔力だまりから生まれる異形のことだ。こちらの世界には魔力がないから無縁なのかもしれないな。そう言ってから、そう語ってからカトリアはふーっと息をついた。モンスターどもの討伐も我々騎士団に与えられた重要な役目だったんだ。モンスターとの戦いか。まるでゲームの中の出来事のようだが、カトリアにとっては紛れもない現実だったのだろう。こちらの世界ではモンスターなんて存在しない。少なくとも魔力だまりとかやらか突然発生するような奇想天外な怪物なんて聞いたこともなかった。モンスター討伐は騎士団だけでは手が回らない。冒険者や傭兵の手を借りなければならない。わあ、冒険者とかいう言葉聞いてきたらほんまに異世界ものみたいな話になってくるからな。それが私には気に入らないんだ。協力してくれるならいいんじゃないのか。奴らの戦いには信念がない。金のために戦う連中を私は信用しない。お金がかかってるんですよ。仕事ってそんなもんなんですよカトリア。息巻いて見せてからカトリアは5本と咳払いをした。頭が固いのは分かっているつもりだ。我が騎士団の騎士も彼らを歓迎する者がいるくらいだからな。頭は固くてもおっぱいは柔らかい。だが仲間たちがどう考えようとも、私は私の誇りに嘘をつくことはできん。頭の硬さとおっぱいの柔らかさ足して2で割ったぐらいがいいんじゃないのかな。あ、おっぱいもっと硬くなるの嫌やな。別にいいんじゃないか。そりゃちょっと頑固だなと思ってたけど、それぞれの立場ってものがあるんだろうしさ。カトリアの場合は団長さんなわけだし。そうだった、この人団長だったな。そうなんじゃ、こっちの世界にも団長って呼ばれてる人がいるんだよ。ホロライブっていうの3期生の白金ノエルだったっけ。っていう人がいるんだよ。戦ったところ見たことないけどな。考えてみればカトリアは何歳くらいなのだろうか。団長という役職を考えれば
あまりにも若すぎるような気がする。そうよな。言っとって20代前半とかしか、ひたすら10代後半か？直接的に女の子の年齢を聞くのははばかられたので、とりあえず遠回しに確認をしてみることにした。うん。カトリアって何歳で騎士団長さんになったんだ？笑いながら完璧な質問だ。これならナチュラルに年齢を確認できるし、彼女に不快な思いをさせられることもないだろう。案の定、カトリアは特に気にした様子もなく、答えてきた。団長になったのは15だな。15!15!それ、まあ、騎士になるんが何歳になってる話ならもんな。それ、団長やったんが15だとしたらさ、騎士として活動し始めるんがもう、12歳、11歳とかじゃないと無理じゃない？団長になるってことはさ、それなりに実務経験とかなきゃ無理だろ？ってことは、騎士団に入隊して、何年か経たんかったら団長にならんって考えればいいだろ？お前、いくつから戦い始めてんねん。なんなん？こっちの世界でいう、レーシングドライバーみたいになる都市でさ、お前らは、騎士になるんかお前。騎士になり始めるんかお前。15!驚くのも無理はない。史上最年少の騎士団長だとして、話題にもなったんだぞ。マジか。そう語るカトリアは、どこか自慢げにも見えた。若い。というよりも、もはや幼いというくらいの年齢じゃないか。15ってことは、中学生とかそのくらいだよな。それだけ才能があったってことなんだろうけど、とんでもねえな。あれから経験を積んではきたが、まだまだ私は若輩だと自覚している。日々研鑽を積んでいかねばならない立場だ。変なこと聞いていい？カトリアの、その、でっかいおっぱいっていつからでかかったんですか？ 15 歳の時からでかかったん？ 15 歳過ぎてからでかなったん？それによっては、騎士団長としての鎧をもらった時の、その、鎧のサイズかさ、あの、おっぱいの大きさ、15歳にもらった鎧じゃ、なんか、おっぱいが突っかっちゃうから、新しく鎧を作っちゃおうみたいな、そういう話になったりせん、どうでもいいか。それはどうでもいいか、ゲームに関しては。ただの俺のワイダンだ。でも気になるわ。でも気になるんよな。立場？私は代々、騎士を輩出している一族の出身なんだ。その名に恥じる行いはできないだろう。なるほど、名門なんやな。ああ、そういうものなのかな。返答に窮してしまい、俺は首を傾けた。かしげたかな。何分、一族とか、家系なんてものにあまり興味を持ってなかったのだ。先祖のお墓参りには定期的に行っているが、結局それだって習慣でしかない。貴君は一族に対するこだわりがないようだな。こちらの世界は、みんなそうなのか？そういう家庭もあるはずよな。そういうなんか歌舞伎の世界とかさ、そういうんだったら、いやー、そういうわけじゃないと思う。家系や先祖を大事にしている人だって、この世界にはたくさんいるはずだし。なるほどな。そういう場合もあるのか。なるほど、とうなずいたカトレア。軽蔑されたというわけではないのだろうが、少し価値観の違いに驚いているという様子ではあった。俺と違って、カトレアは家系とかを大事にしているんだな。として生きるために幼少期から鍛錬してきたのだからな。それを聞いて親の脳裏に小さな疑問が浮かび上がる。でもなんでカトリアなんだ？騎士って普通男がなるものだと思ってたけど、もしかして女の子で騎士っていうのがそっちの世界では普通なのか？いや、私の世界でも女性の騎士はそう多くはなかったぞ。そうじゃな。私には男の兄弟がいないんだ。ああ。だから私が一族を継がなければならない。なるほど。当主カトレアみたいな感じなんだ。ああ、そういうパターンもあるよね。男の
後継ぎはおらんかったけんみたいな。幸いなことに妹は多いから一族の血が途絶えることはない。私は時代の当主として騎士たる務めを全うするつもりだ。あー、変なこと聞いていい？カトリアの妹たちもそのおっぱい大きい？つまりそれ結婚とかはしないってことか？なんなの話だ？それ突き詰めて聞くことなんかな？騎士である以上そうなるな。妹たちの子のうち誰かを養子として一族を存続させることができれば私の役目は終わりだ。そんな人の家庭事情の関してさ突っ込んでいくもんなのだろうか。真面目な顔でそんなことを語るカトリアに俺は少しだけめまいを覚えた。聞いといて、自分で聞いといてか。今の時代こんなことを発言しようものなら大炎上必至だ。俺が家系や先祖を試みていないことはとは関係なく、単純にこの価値観は現代人の一般的なそれとはかなり違う。カトリアはそれでいいのか？もちろん、それこそが私の望みだ。おかしなことを聞くのだな、キ君は。もうそれが使命って感じになっとんやな。いや、カトリアがいいなら構わないんだけど。そういう生き方もあるのだろう、多分。そもそも文字通り世界が違うのだから、俺があれこれ口を出すようなものではない。結婚が人生の幸せなんてことは俺自身が考えたこともないわけだし、とりあえず風呂に入るか。きたー！きたー！ここか！ラッキースケベ、ここか！風呂に入るか！って、なんかこの言い方だったら二人で入るかみたいな感じになるけど違うだろ。どういう順番で入るん？どういう順番で入るかによってなんかラッキースケベの出来具合とか変わる気がするよ。ここは選択肢出てくるかな。俺が先に入る、カトリアが先に入ってもらうよ。おお、風呂か。実に明暗だな。向こうの世界にも風呂はあるらしい。途端にカトリアのテンションが上がる。私の国では湯船に肩まで浸かるのが礼儀だったんだ。こちらの世界でも同じような作法で良いのだろうか。全くあるな、この肩まで浸かる的な。同じかな。うん、別に俺はシャワーだけでもいいんだけど。おい、ちゃんと肩まで使って頭なかったらさ風邪ひくで。目をキラキラさせているカトリアを前に湯船に湯をためないという選択肢は取れそうになかった。あれ、俺いつの間に出てたんだ。おいおいおい、どういうことだ。お風呂入ってんだったらむしろ目覚めるもんだろうが。お前どんだけ疲れてんねんお前。おい、ブックオフの件でどんだけ疲れたまっとんねんお前。なことあるか。なことあるかだお前、風呂入っとんだったらお前。それともなんだ、カトリアが先入っとうけん今ちょっと待っとったら眠くなってきた感じか。いつの間にか眠ってしまっていたらしい。体のあちこちが痛むのはきっと床の上で直接寝てしまっていたせいだろう。カトリアと交互に風呂に入って例の魔導書を読んでたはず。いわゆる寝落ちというやつだ。あまり夜更かしをする方ではなかったのでこういう経験はあまりない。あ、それでか。ちゃんと寝ればよかったなと手中で反省しつつ、まずは体を起こそうと上半身に力を入れようとして、くるな、これ絶対来るな、絶対来るなこれ。なんだ今の、ガラスが盛大に割れる音だ。まさか泥棒が侵入してきたのか。いや、そうだとしたらカトリアが何か反応するはずだし。人を番犬のように言ってしまって申し訳ないが、カトリアなら泥棒に対して容赦はしないだろう。ベッドの上を確認してみるが、カトリアの姿はない。風呂入ってんのかな。風呂入ってたら好都合なんやけどな。ということは、あれあれ、待って、カトリアお風呂入ってたんじゃないよ。ベッドとは反対方向、台所側の方向に剣を片手に青ざめた表情を浮かべるカトリアがいた。そしてその足元に散乱しているのはガラスコップだったものの破片だ。あ、え、それらを見た瞬間何が起きたのか大体のことを理解した。
剣の素振りでもしてたのか。キくん、これはだな。あれ、カトレア。ラッキースキルではなかったけど、ちょっと天然さが入っちゃった。どちらのところ入っちゃった。カトレアは動揺した声でこちらに片手かけてくる。待った。そこから一歩も動くんじゃないぞ。私に命令するのか。お前、そこまで団長としての立場を慎め慎めみたいなこと言っちゃうんじゃないのお前。いや、しかし私の不注意が原因で食器を罰は受けて当然か。く、殺せ。そこまでは重い罪じゃねえんだよ。あ、でもさ、あれやな、カトリアってさ、責任感強いけんさ、黒食器高かったんだぞ、責任取れって言うたらさ、もしかしたら脱いでやらせてくれるかもしれんな。やらせてくれるかもしれんな。嘘つこうかな。黒食器って実は高かったんだって、高価なものなんだっていう嘘ついたらやらせてくれそうな気がする。あ、いや、そういうんじゃないから。足元、ワイダー破片が突き刺さると思わないだろ。深々と頭を下げるカトリアに、俺は肩をすくめた。ガラスコップは100円ショップで買った安物だから、別に割れたところで痛くはない。掃除道具を手に取った俺は、さっと床のガラス片をゴミ箱の中に入れた。これでよしっと。それにしても、こんな狭いところで剣の素振りなんてしたら、こうなるってわかりそうなものだけどな。言い訳の方向がおかしいだろ。部屋で素振りをするなって言ってるの俺は。ちょっと叱られて可愛くなっちゃって。もう傷も癒えたことだし、体を鈍らせないためにもと思ったのだがな。傷が癒えたってそんな簡単に治るはずか。いや、本当だ。もう傷もほとんどない。キ君の処置のおかげだ。本当で？ちょっと見せてごらんって。服脱いで。そんなはずはない。俺はただ消毒して包帯でぐるぐる巻いただけだ。確かに傷はそんなに深くはなかったけれど、1日や2日で治るようなものでもない。回復スピードがこっちの世界の常識とは全然違うってことなのか。もしかすると神を飼うとやらの一家なのかもしれない。何それ、神様すごい便利、超便利じゃ神様。傷が治ったのは分かったよ。でも家の中で剣の素振りをするのはなしだ。すまなかった。今後は外でやることにする。いや、ちょっと待った。それもそれでまずい気がする。鎧を身につけた女性がオフライで本物の剣を振っているなんて紛れもなく事案じゃないか。見つかったら通報されるわこれ。そもそも銃刀法違反でしょっぴかれるだろう。せめてなんか剣じゃない別のも何かを振ってくれ。だが体を動かしていなければいろいろと考え込んでしまいそうなんだ。ムラムラするんか。体を動かしてなかったらムラムラするんか。考えるって元の世界に戻る方法のことだよな。考えてみてほしい。騎士団長が不在となればモンスターどもはともかく他国にとっては好機だ。うん、実際に戦争を起こすことはなくとも、プレッシャーをかけて有利な条件で我が国と交渉ができるようになる。めっちゃ難しいこと考えたんや。そんな留守をつくような真似を。国家とはそういうものだろ。自分で言うのもなんだが、私の立場は高度に政治的なんだ。そこでカトリアは首を横に振った。問題はそれだけではない。もっと深刻だという彼女の表情は暗い。何よりあの暴流ディアブロだ。奴には打撃を与えてはいるが、おそらくまだあちらの世界で生きている。傷を癒せばきっと攻撃を再開するだろう。そうなれば我が国にとっては未曽有の危機だ。カトリアの焦りはもっともなものだと思えた。国を守るという彼女の責務を考えれば、こっちの世界で悠長にしている場合ではないのだろう。けど、だからといってむやみに焦ったところで無駄でしかない。
ましてやこちらの世界で法に触れるようなことをすれば、元の世界に戻る方法を探るどころではなくなってしまう。体を動かしたいってことはよくわかったよ。けど家の中とか外じゃダメだ。それに実物の剣も禁止。なあ、騎士から剣を奪うというのか。剣なき騎士など生きている価値がない。殺せ。その顔どうにかなりませんかね。その発想どうにかなりませんかね。思考ルーチンがさ、ちょっとした恥ずかしめに対して、クッ殺せっていうような頭になってる。誰だこの頭にプログラミングしたやつは。スケビだな、おい、スケビだな。いや、没収ってするってことじゃないから。では、どういうことだ。キョドンとするカトリアに、俺は笑ってみせる。俺にいい案があるんだ。カトリアが自由に剣を触れる場所なら、ここあたりがあってさ。本当か。ああ、とりあえず先に連絡してみる。許可をもらえたら一緒に行ってみよう。ああ、なるほどね。もう一瞬で分かった。剣道場か。確かにそうだ。ここだったら合法的に剣が触れるな。いや、だからって実験は振ったらダメだぞ、お前。周りに一人迷惑かかるからやめてください。悪即剣で。カトリアが好きそうな3文字あるぞ、お前。今日は本来稽古が休みの日だったようだが、道場の師範にお願いして特別に使わせてもらうことになったのだ。こんな場所があったとはな。まさに鍛錬にはうってつけじゃないか。そこまで広い道場ではないが、剣の稽古をするには十分な広さがある。ここならばカトリアも思う存分体を動かすことができるはずだ。小さい頃この道場に通ってたんだよ。親に言われて無理やりって感じだったけど。ほう、キ君、剣術の心得があったのか。ちょっとだけだけどな。俺が通っていた頃は地獄のかかり稽古といって、フラフラになるまで師範や有段者相手に向かっていく練習があった。あまりにきつすぎて俺は中学入学と同時に辞めてしまったんだけど。ただ師範とは家族の付き合いもあったために、こうしてたまに顔を出すことがある。カトリアのことを電話で話したとき、カトリアのことを電話で話したとき、師範は少し戸惑ってはいたようだが、特に取り出してくるようなことはしなかった。この怪しい鎧を着た女の人連れてきてさせん、そうせん、師範。本当にこの場所を使っても大丈夫なのか？話はもう通してあるから大丈夫。師範も後から顔出すって言ってたし。あと師範には気をつけろよ。結構君みたいなボインボインなお姉さんに弱いから、もしかしたら手出すかもしれんから。竹刀や防具、道着も貸してもらうことになっている。早く体を動かしたくてうずうずしているカトリアを制しながら、まずは着替えることにした。ジラシプレイやな。これがカトリアに対するジラシプレイやな。うわぁ、当番じゃん。わ、いいなぁ。こんな服装すごい様になってる。さすが騎士団長様ですね。やばい。後ろの太鼓がカトリアに対してすごい、欲情の顔で見よるような気がするわ。軽快な掛け声とともに、カトリアは軽々と竹刀を振るっている。これがキ君の国の剣術か。実に気持ちがいいな。え？行っちゃう？それは何よりだけど、まだ闇上がりってことを忘れないよ。本当に分かっていたからは疑問だったが、彼女が汗を流す姿には思わず目を奪われてしまう。なんか芸術的だよな。美しい。よし、なんとなく感覚はつかんできたぞ。嘘だろ。カトリアが使っていた剣は西洋風の袖だった。日本の竹刀を使った剣術は全く勝手が違うはずだが、そこまで簡単に習得できるものだろうか。
俺と俺にかなうかな。剣道初心者なのに俺に勝てると思うのか。一応俺は研究者なんだぞ。あ、そっちか。カトリアに対して俺みたいなやつ勝てるのかなと思ってたら逆だったわ。か異世界で命をかけてやり取りしてるんやで主人公。そこはちょっと謙虚に行けよお前。何お前自分が先輩みたいな先輩すらしてんだよお前。命をかけて戦いを嫌なことないだろお前は。どう考えてもお前、相手は騎士団長だぞお前。お前責任のもと命をかけてやり取りを適当にやってんだぞお前。何お前俺にかけてると思うのかとか言うようなもん。まあそれはその通りだが、ここで勝負を逃げたらちょっとかっこ悪いよな。片側の力は秋葉原の一件で十分に理解しているつもりだ。だがいくらカトレアが騎士として優れているかといって、剣道は全くの初心者。ここで負けてしまっては曲がりなりにも経験者である俺の立つ瀬がない。よし、相手になってやる。負けても文句は言うなよ。あとクックロっていうの禁止だぞ。面や小手を身につけ、竹刀を握る。しばらくぶりに剣道をするわけだが、果たしてどれくらい動けるのだろうか。久しぶりの感覚だな、これ。準備はできたようだな。さあ、勝負と行こう。その声に見つかるようにして向かい合ってみると、カトリアは面もつけずに構わずでいた。おい、面はどうしたんだよ。舐められてるな。バカにしてるよ。悔しければ実力でその評価を覆してみせるがいい。そう言うと有無を言わさずカトリアは前へと入ってきた。チジーという音が聞こえてくるかのような気がして、俺は竹刀を構えたまま冷や汗をかく。カトリアの放つ鋭い気配が俺の体に突き刺さっているのだ。これじっとしていても始まらない。気合を込めてカトリアの小手に狙いに行く。よし、初心者に小手のさばき方は分からないだろう。おたらげないかもしれないが、ここで負けてしまってはメンツにかかるというものだ。とっくの昔に引退した身ではあるが、当時はそれなりに頑張っていた自負があった。小手からの面の連続攻撃で決める。そんなことを考えていた俺の目の前からカトリアの姿が一瞬で消える。忍者かお前は。その直後だった。頭蓋骨が割れるかのような衝撃が頭頂部に走る。後ろから誰かに殴られたのかと思い目をやると、そこには先物まで対面にいたはずのカトリアの姿があった。でね、なんだこれ、3倍のスピードシャーやなんか赤い彗星みたいな動きしてるやん。はっ、物理法則おかしい。物理法則がおかしい。カトリアの足元だけ物理法則がおかしい。自分の身に何が起こったのか理解できなかった。さあ、もう一本行くぞ。そのカトリアの言葉で先ほどの衝撃が彼女に打たれたものだと理解する。とはいえ、頭で理解したところで彼女の打ち込みを防げるかというと、それは話が別だ。カトリアが面前から姿を消すと、再び頭頂部に激しい痛みが走った。うわっ、思わず変な声が漏れた。そんなことはお構いなしに再び攻撃の気配を見せるカトリア。次は面を打たせまいと、とっさに竹刀でガードをする。食べ目を吹き飛ばされると思うかのような衝撃が腹部を襲う。棒がなければ胴体が真っ二つになっていたのではと錯覚するほどだった。そんなに、これは勝てないだろ普通に。実力者があるとか経験の差がどうとかの問題じゃない。戦いに対する嗅覚が俺のカトリアでは近いすぎる。わ、プロゲーマーとちょっとゲームを始めたばかりの人が戦うような感覚だった。その後も何度か試合形式の稽古をしてみたが、
こちらが攻撃の気配を発した瞬間に必ずカウンターをもらってしまう。一方的にボコボコにされる展開が数回続き。よし、この程度でいいだろう。ありがとう。良い運動になった。ああ、こちらこそありがとうございました。もはや自信喪失なんてものじゃない。がっくりとその場にうなだれてしまって、俺は自身の運動不足やら剣道のセンスのなさやらに絶望すら覚えてしまう。これをバネにして上に登っていくエルやつはそうそうおらんわ。ボケー。そう落ち込むな。キクンからの剣気はなかなかのものだったぞ。やつがその剣気って言葉初めて聞いたわ。だがそうだな、もう少し体を動かしておくとするか。幸い別の稽古相手が見つかりそうだからな。ん？え、俺以外に稽古相手なんていないはずだろうと思って、カタリアの視線の先を見つめる。そこに見えたのは、こっそりとこちらの様子を伺っている門下生たちの姿だった。あ、おったんだ。今日の稽古、休みじゃなかったのか？後で聞いた話だと、美人の道場見学者がやってきたと、どこからか聞きつけた門下生たちが慌ててやってきたらしい。絶対鼻の下伸びてるわ。絶対鼻の下伸びてるわ。これモテたくできたよなお前。絶対雰囲気がさ、バレンタインデーでさ、チョコもらえるかどうかってそわそわしてる男子のような感覚だろお前。お前ら。おい、これは俺のカトリアやぞお前。俺のカトリアやぞお前。なんかいやらしい視線送っていい相手じゃないぞお前。お前らお前。まあそりゃそうやけどさ。そう言うと彼女は同乗生たちの元へと向かっていった。1時間後、有段者を含めて門下生全員を叩きのめした彼女は大いに尊敬を集めることになる。とんでもなかったわ、とんでもなかったわカトリア。あー、もはやその視線がいやらしい視線から尊敬の視線になってしまったからな。とんでもねえや。門下生全員を倒してしまったカトリアは満足したようで、会議支度をしに更衣室へ消えていった。更衣室？更衣室？更衣室？あ、じゃあ間違えた。これ。更衣室だって？ここか？皆さんお待たせしました。ラッキースキルの時間がやってまいりました。司会の刹那圭介です。今回、カトリアが更衣室に向かったって言ったことで、なんかのイベントがあって、更衣室に向かってしまうという、主人公が向かってしまって、下着姿のカトリアとバッテリーしてしまうという展開が俺には見えます。俺の未来幼児には見えます。スケベな未来幼児に対してだけは俺めちゃくちゃ敏感に働くんだよ。俺もそろそろ着替えるか。来たよー！来たよー！着替えるカーで入ってみてらまだカトリア着替えしてるパターンだよこれ。そんなことを考えながら道場内を歩いていると先輩に呼び止められる。なあちょっといいか。どうかしました先輩、やめてください。今ちょっとカトリアがいるであろう更衣室に向かっているところなんで、ラッキースキルを期待してカトリアがいりそう、まだ着替えてそうな更衣室に向かっているところなんで止めないでください先輩。どうもこうも、あのやたら強い美人は何者なんだ。異世界から来た女騎士ですなんて正直に言うことができなかった。言ったところで信じてもらえないのがオチだ。あー、俺も詳しくは知らないんですけど、確かどっかの国の騎士の末裔だとか。おおむね嘘だが、騎士という点だけは本当だ。うまい嘘のつき方はその嘘の中に真実を紛れ込ませておくことにあると中の本に書いてた気がする。絶対人生の役に立たない本だなそれ。騎士の末裔ね、やっぱ世界にはすごいやつがいるもんだな。そうですね。お、信じてくれた。どうやら先輩は拙い俺の話に納得してくれたようだった。いいっすか先輩、俺はカトリアの着替えをしている最中に、更衣室に行かなきゃいけないんです。まあ、ここまでにしてくださいよ、話は。それじゃあ。
先輩はこれからは世界だとつぶやいてから、今日は休みだけど稽古して帰ることにすると言って竹刀を振り始める。突然現れた金髪美少女に負けたことがよほどショックだったのだろう。俺そろそろ着替えてきますね。そろそろカトリアが着替え終わりそうだから早く行かないと、着替え下着姿でのカトリアと出会えないんです。おそらく先輩に俺の声は届いていないだろう。だがこれ以上先輩の質問でボロを出さないうちに道場の更衣室へと向かった。まだ着替えてるかなカトレア。変なことを聞かれなくて助かった。先輩に根掘り葉掘り聞かれているうちにボロが出ていたかもしれない。ほっとした俺は道着の紐を緩めながら更衣室のドアを開いた。はい、よっしゃー、はい、よっしゃー案の定すぎて我が止まらねえやあ、やっぱできなーおい、メロンかよなドアを開け、俺の目の前に飛び込んできたのはカトリアの下着付けだった。カトリア、こんな美しい下着付けとったんかお前。え、これ異世界の下着？え、だって主人公とこっちの世界の下着買いに行くようなシーンなかったでないか。え、異世界の下着ってこんなに綺麗なん？あ、ジロジロ見るな、ジロジロ見るな艶やかな下着とスラッとした体ながら柔らかみのある美しい肌に目を奪われるめっちゃジロジロ見てるやん。わあ、道着を着替えてる最中だったのだろう。脱ぎかけた道着のせいか、サラの下着姿もよりも戦場的に映る。わあ、背徳的なシーンを見せられてるぜ。時間にしてみればものの数秒だったかもしれない。それでも俺にとっては今まで一番長い数秒間だった。幸せ。なんでここに？絞り出したのはそんな言葉だ。このままではまずいと本能が警笛を鳴らしている。まずはこの場を穏便に離れて、それからしっかりとカトリアに謝罪をしなければだ。違う、これは不可抗力というか。必死に言い訳の言葉を考える。その女子更衣室だって思わなくて、決してそんなつもりじゃなくて。俺の言い訳を黙って聞いていたカトリアが小声で何かを発する。だが道場の練習音と混ざり合ってうまく聞き取れなかった。早く締めろと言っているんだこの大馬鹿者。そう言うと彼女は竹刀を片手に持ち、勢いよく振り下ろしてきた。今回は俺に言わせてください。くっ、殺せ直撃しなかったが、竹刀の風圧で髪がなびいた。すいませんでした。あと、ありがとうございました。俺は勢いよく扉を閉めて、俺がかっこいいと扉の前でうなだれた。よかった興奮するな、メロンだったな。そうだった、行動所の更衣室は男女兼用などだ。やめろ、今頃男女兼用とか、今の時代男女兼用とかダメだろお前。女子更衣室男子更衣室分けなさい。分けないからこうなったんだ。そうだ、黒道場が悪いわ、慰謝料請求してやるわ。道着に着替えた時はちゃんと覚えていたのに。はあ、この後どんな顔でカトリアに会えばいいんだ。開き直っちまうかクズだな、また怒られるかもしれない。そんなことを考えて俺はがっくりとうなだれた。結局菊池を聞いてくれなかったな。着替え終わったカトリアと入れ替わるように更衣室に入ったのだが、すれ違った時に彼女はこちらの顔を見ようともしなかった。かなり怒ってるな。これは突然男に下着姿を共有されたら誰だって怒るだろうけど、これで怒らなかったらどんだけド M なんや、どんだけいかれた女なんだろうなってなるよ。決して覗きをしようとしたわけではないんだから、情状酌量の余地はあるはずだけど、意外だったな。カトリア、ああいう下着を使ってるんだ
意外な親しみすぎてちょっと興奮してるじゃねえか、お前。おいおい、確かに意外っちゃ意外やけどさ。結構爽やかフレッシュなステレートだもんな、お前。どこで買ったんだろうな。あ、やめろ。白黒で鮮明に思い出そうとするな、お前。女性物の下着のことはよくわかんないが、結構可愛い系だったと思う。カタリアは可愛いものが好きだったから、こちらの世界で自分好みの下着を買ったのかもしれない。いや、こんなことを考えてたらダメだ。まずはカタリアに謝らないと。そう意を決して、道場の玄関で俺を待つカタリアに声をかけた。でも待ってくれたんだな。そりゃこんな顔になるよね。ちょっとセーブしとくわ。お、お待たせ。無言でカトリアはこちらを見据えてくる。凄まじい威圧感を覚えて、俺は反射的に一歩足を後ろに引いてしまった。が、ここで決意を鈍らせるわけにはいかない。さっきは本当にごめんなさい。この通りだ！許してくれ！背筋をピンと伸ばした後、腰から90度以上の角度で、深々とお辞儀をしてみせる。これでダメなら、土下座でも何でもすると言うつもりだったが、次の瞬間聞こえてきたカタリアの笑い声に、俺は勢いよく顔を上げた。おいおい、どうしたカタリア。どうして笑うんだお前、そこで。もしかして、興奮してるのか、お前。なんだよ。こういう笑い方をするカトリアを初めて見る。が、こちらの一大決心を盛大に笑われたのは、さすがにムッとしてしまった。いや、すまない。笑うつもりはなかったんだ。キ君は真面目な男だな。そういう姿勢はとても大事だと思うぞ。ほんま？真面目か？頭の中ではめっちゃドスキメですけどね。なんだよ、そんなに怒ってなかったのか。いや、怒り心頭だったぞ。何しろ殿方に裸を見られた経験などないからな。え、じゃあ俺が初めての男っすか。じゃあ俺が初めての男っすね。だがキ君の謝罪する姿を見て怒りなんて吹き飛んでしまった。ああ、全力で謝罪すれば裸を見られても許してくれるもんなんかな。こちらからも謝罪しよう。キ君に対がないことは分かっていたんだが、頭に血が昇っていたようだ。そう言ってカトリアが頭を下げてくる。下着を見たのはこっちなのに、こうして謝られてしまっては俺の立つ瀬がない。いや、謝らなくていいから。それより早く帰ろ。汗もかいたし、家でシャワー浴びたいだろ。もう一回あるか？もう一回あるか？同じようなことか？同じようなことか？もう帰るのか？もう帰るのかね、カトリアさん。なんか、この声さ、フリーザの声でやってほしいな。なんか合いそうやな、フリーザの声で。帰るんですか、カトリアさん。また来てくださいね。私はあなたを歓迎していますからね。合うなぁ、合うなぁ。殺し犯罪にフリーザの声めっちゃ合いそうな気がする。フリーザの声前できる人ちょっと呼んでもらえませんかね、フリーザっぽく。帰ろうとした俺たちに声をかけてきたのは、黒剣道場の道場主である師範だった。もう70を超える高齢だが、その実力は未だに本物だ。師範、今日は道場を貸していただいてありがとうございました。あと更衣室を男女兼用にしてもらえてありがとうございました。そのおかげでカトリアの下着が見えました。何、構わんよ。お前さんが剣道を再開してくれればなおよかったんじゃがな。それは今さら剣道をもう一度やってみようとは思わない。決して剣道は嫌いだというわけではないのだが、一度やめたという引け目を手伝って首を縦に振ることはできなかった。まあお前さんの人生じゃからな、好きなようにすりゃあええ。剣道だけじゃないんじゃ人生は。あ、ありがとうございます。うん、ところでお前さん、カトリアさんの下着姿はどんだった？え、なぜ知ってるんですか、シャン。なぜって、こういう
ハプニングを考えて男女兼用に更衣室を作ったんだからな。シャンダイ！シャンの言葉からは心からの俺のことを思ってくれていることが伝わってくる。あとドスキブなことも。こういう師範の優しさもこの道場が愛されている理由なのかもしれないな。ところでお嬢さん、私のことか。うむ、先の稽古姿見せてもらったぞ。実に素晴らしかった。まさしく逸材ちゃよ。そんなお嬢さんを見込んで少し頼みがあるのじゃがな。頼み？何、難しいことでない。少し時間をもらってよいかな。首を傾けたカトレアがちらっと俺の方を見つめてくる。おいおいおい、師範代、カトレアのことが気になりすぎてちょっとスカウトしようって言うんじゃないでしょうね。やめてくださいよ、これは俺のカトレアですよ。どうしたらいいのかと目線で問いかけてきているのだと理解して俺はうなずいた。師範なら無理なお願いとかはしないだろうし、エッチなことはやめなくさいよお前。俺先に外で待ってるな。カトリアは師範の話を聞いてきてくれ。すまんな、すぐに済む。ほんまにすぐに済むんか。気づいたら数時間になっとって、ついにカトリアに会った時はカトリアクッ殺せとか言ってたらどうする。クッ殺せって連呼してたらどうする。おい師範、お前のことぶん殴ってやるからな。はい師範、今日はありがとうございました。そう言って俺は道場の外に出た。カトリアが師範とどんな話をしたのか俺は家に戻るまで聞き返すことができなかった。というのもカトリアが何やら悩んでいるようにだったからだ。どうして何でだ。まさかお前、その魔導書に書いていた最後の手段を俺とではなく師範と一緒にやろうとしてるな。お前なぜ俺じゃねえんだカトレア、なぜ俺を捨てるカトレア。何を頼まれたかは分からなかったが、声をかけられるような雰囲気ではなかった。あと今更ですが、そろそろちょっとポッてなってるのをやめますね。師範が何か悪いことを言ったのか。いや、そんなことを考えられない。師範のことはよく知っている。仙人じゃないかと思えるほどに高潔な人物で、カトリアを追い込むようなことをする人ではないけど、スケベ。シャワーを浴び夕食を食べてもなおカトリアの悩みは解決せようすがない。え、あんだけ俺には教えてくれんかったのにさ、魔導書の最後の手段のことをさ、師範とだったらいいかなみたいな感じで考え始めてる。え、俺ショック。このまま放っておくことはできそうになかった。カトリア、何を悩んでるんだよ。困ってることがあるなら俺にも相談してくれ。カトリアはハッとしたような表情を浮かべ、俺の顔をまっすぐに見た。実はな、例の師範から道場の師範代を任せたいと言われたんだ。あ、そういうことね。師範代？報酬も払うと言われた。そのお金があれば、キ君に恩返しもできるだろう。仕事ありつけてる。カトリア、仕事ありつけてる。こんな簡単に仕事ありつけることがあるのだろうか。すげえや、向こうから仕事がやってきたよお前。そりゃ助かるけど、報酬の件はもちろん道場で稽古に参加できるというのはカトリアにとってメリットがあるはずだ。腕が鈍らないように鍛錬ができるのだから願ってもみない頼みのはずだが、受ければいいのに。なんで悩んでんだ、悪い話じゃないだろ。それはそうだが、私はそもそもこの世界の住人ではない。それにこちらの世界に長居するつもりもないんだ。魔力を得る方法さえ見つかればすぐにでも戻るつもりでいる。いついなくなるかわからないような私が師範代なんて大事な役目を任されてもいいものだろうか。
やっぱカトリア責任感強いな。そういうところまで考えとんやな。なるほど。と、俺は納得した。真面目な性格をしているカトリアのことだ。教える立場になったら、中途半端へ投げ出したくはないのだろう。別にいいんじゃないのか？シアンだって全部任せるつもりはないはずだし。そうかな。私もできることならこの頼みを受けたいと思っているんだ。もし突然帰ることになっても俺がうまく言っとく。カトリアは心配しなくていいよ。この言葉は聞いたようだ。カトリアはうなずき、シアンの頼みを受けることを決心したと告げた。でも、なんで急にカトリアに声をかけたんだ？師範が腰を痛めてしまったらしくてな。代わりが務まるものを探していたと言っていた。ああ、やだ。そうか、師範も年か。なるほど。師範も結構な年だからな。ちなみに、カトリアって誰かに教えるとかは得意なのか？彼女の問いに、俺の問いに、彼女は自信ありに答えた。教育するのは得意中の得意だ。え、変と言いたげなカトリア。多少厳しいかもしれないが、皆を立派な剣士に育て上げてみせる。やべえな。ああ、その何だったっけ、ディアブロとの戦いがもし最後の最後にあるとすればさ、このカトリア騎士団みたいなのをこっちの世界で作り上げてさ、そう全員で戦うかもしれんな。言っとくけど、教えるのは剣道だからな。わかっている。騎士の剣術と剣道の剣術は違う。それは理解しているつもりだ。だが剣道と我が国の剣術はなぜか似ている点も多い。教えることは造作もない。そうなんか。もし間違ったことを教えてさ、剣道と全く違う型とかやり始めたらさ、試合とかでさ、その動き見て失格とか言われたかもしれん。試合にならんからな、お前。構えてさ、その変な、剣道にはない変な構えしてさ、それを失格って言われたらさ、お前、どう責任取ってくれるんだろうなってなるからな、お前。意外な言葉に、俺は驚いた。世界の騎士の剣術と、日本の剣術に、剣道に似通っているところがある。そんなことがあるのだろうか。カトリアが持っていた剣は明らかに西洋風のもので、いわゆる日本刀とは似ても似つかない。例えばどんなところが似てるんだ？まずは構え方だな。剣の基礎的な握り方は剣道と我が剣術は全く同じだ。ほうなんじゃ。抜き道の体さばきも我が国の剣術に通じるものがある。小手打ちのような技もあるしな。そうなのか。もちろんそういう偶然だってあるのだろうが、なんとなく気になった。例の元書の魔法使いのように、この世界とカトリアの世界を行き来していた人がいる。そういった何らかのつながりがお互いの世界に影響を与えているのではないかと思えたのだ。もしそうだとしても、何かが変わるわけじゃないけど、カトリアが元の世界に戻る方法が分かるわけでもない。不毛な考えが続きそうな気がして、俺は思考を一旦打ち切ることにした。よし、カトリアが道場で働くなら、弁当とか水筒を用意した方がいいな。雨だ。水筒は空きのペットボトルを使うとして、確か甘いの弁当箱はあったはず。いやいや、体動かすんやで。結構エネルギーとか補給せんかったらカトリア倒れるぞ。いいって。俺も弁当にすれば食費も浮くし。食べてくれる相手がいるなら料理の違いが合うというものだった。あれ、ボイスが流れん。変なボタン押しちゃった。神妙につぶやくカトリアを横目に、俺は食器棚から新品同然の弁当箱を取り出した。よかった、これなら使えそうだな。
こうして日中は魔道書の解説をしつつ、道場が開く日は剣の教えに行くカタリアの生活が始まった。新しい生活、なんかちょっと夫婦みたいな関係よ。新しい生活が始まってしまいました。ここが第4章ということで、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。もうこういうでっかいドスケベなラッキースケベシーンがあったんで、多分こういうシーンは当分ないと思いますが、ちょっと今後のカトリアの検討に期待しましょう。もう次のパートではドスケベな発言はしない。カトリアのね、頑張ってる姿を応援するピュアな心でやっていきたいと思いますんで、多分な。というわけで皆さん、仕上げ